下顎骨骨折は、下顎骨が変形、破壊を起こす骨折である。咀嚼、高音、咬合などの機能障害を伴う。下顎骨骨折は、その大部分が外傷性骨折であり、そのうちの約半数が交通事故によって発生する。下顎骨は、各種咀嚼筋が多数付着しており上下左右あらゆる方向に力が作用しているので骨の変異が起こりやすい。また、下肢層管を断裂した場合には多量の出血や下肢層峡の損傷による神経麻痺などが発生する。下顎骨は複雑な形態をしており、下顎骨の%骨帯部及び下顎郭部は直達骨折の場合が多いが、細い関節突起部は助立骨折を引き起こしやすい傾向にある。診断は触診などで骨折部位の推定を行い、X 線撮影により特定する。また、本来強固である下顎骨も骨髄炎や腫瘍、放射線治療の後遺障害などにより骨が吸収され、その強度が減少することもある。この場合、交通事故などの強い衝撃でなくごく軽い衝撃、場合によっては自然に骨折することさえある。この場合、骨折を自覚することがない状態で放置され、変形してから気がつくこともある。子供の場合、これらの他に児童虐待による骨折もあり、注意が必要である。外傷性骨折では、他の骨折と同様に制服と固定によって行うが、顎骨の骨折において必要とされる咬合機能の回復をするために、歯牙結紮法や顎間固定法を併用している場合が多い。間欠的処置では、顎骨の特性により内固定である金属プレートによる骨接合法が一般的であるが、部位や個々の症例の特性に合わせて骨包合やキルシュナーワイヤーによる経皮的光線刺入固定法、顎外固定法など、その他の方法を選択することもある。病的な理由で骨折が発生した場合については、その原因となる病気の治療を行わなければならないが、直ちに手術を行わなければならない程度に病巣が拡大している場合も多い。上記の通り、下顎骨骨折の大部分が外傷性骨折である。下顎骨が骨折するほどの衝撃を顔面に受けるため、脳等に損傷が発生することも多い。このような状況下で、脳の治療と下顎骨骨折の治療を同時に行うことができない場合、当然のことではあるが、脳の治療を優先する。このような優先順位の判断の結果、また、時間的制約、医師の専門などにより、下顎骨骨折の診断を行わない、あるいは行えないまま治療を開始するために、下顎骨骨折に気がつかないまま放置されることにより、骨が変形したまま癒着する等の状態が起こり、咬合異常や顔形の変形などの異常が発生する。特に1ヶ月以上にわたり放置されたものを、陳旧性下顎骨骨折という。ABC 増村典子、高橋義雄、横、林俊夫、中島民夫、下顎骨骨折の臨床統計的観察並びに、顎関節突起骨折の予後について、日本高校外科学会雑誌第28巻第12号日本高校外科学会1982年12月2028から2035ページドイ 10.5794 ジャジョムズ 28.2028 イシュン0021から5163ネイド400億396万6429オンラインイシュン2186から1579ジョイ、JST、ジャーナラークブ、ジャジョムズ1967、28.2028、2011年12月25日、閲覧。小浜源、薫、古田勲、岩木宏、清田健二、下顎骨骨折317症例に関する臨床的検討、特に骨折線上の死がについて、日本高校外科学会雑誌第23巻第2号日本高校外科学会1977年4月237から242ページドイ 10.5794 ジャジョムズ 23.237 イシュン0021から5163ネイド400億396万5200オンラインイシュン2186から1579ジョイ、JST、ジャーナラークブ、ジャジョムズ1967、23.237、2011年12月25日、閲覧。吉田憲司、藤本毅、小島伸一、稲本博、高校内患児打傷、下顎骨骨折が見られた、被虐胎児症候群の一例。日本高校外科学会雑誌第30巻、第2号、日本高校外科学会、1984年2月、192から198ページ、ドイ、10.5794、ジャジョムズ、30.192、イシュン0021から5163、オンラインイシュン2186から1579ジョイ、JST、ジャーナラークブ、ジャジョムズ1967、30.192、2011年12月25日、閲覧。ありがとうございます。